お元気ですか、ボクシミです。今回は 2021BBM ベースボールカード阪神タイガースヒストリーをやっていきたいと思います。2回目でございます。こちらはワンパック5枚入りでワンボックス15パック入りでございますので、前編8パック後編7パックずつやっていきたいと思います。まずは前編の8パックやっていきたいと思います。前編の1パックでございます。戦後初の優勝から2リーグ分離出演した時のカードでございます。今岡誠選手でございます。で、1パックからなんと直筆サインカードが出ましたね。投手ですね、池内豊投手でございます。で、こちらはなんとですね90分の90、ラストナンバーでございます、ね、いきなり直筆サインカードが出ました。山本和幸選手でございます。西岡剛選手でございます。2パック目でございます。藤田平選手でございます。元監督でもございます。原口文人選手でございます。野田浩二選手でございます。赤星憲広選手でございます。中田義弘選手でございます。3袋目でございます。藤田平選手でございます。遠山翔二選手でございます。で、山本和幸、これ投手のねカードでございます。木戸勝彦選手でございます。大山雄介選手でございます。4袋目でございます。辻康彦選手でございます。藤本、これは監督の下2度優勝した時のカードでございます。中田浩二選手でございます。広田澄夫選手でございます。川藤光三選手でございます。なにわの春男児でございます。5袋目でございます。小山正明選手でございます。長崎健一選手でございます。で、岡田明信選手のねカードでございます。現在はね監督でいらっしゃいます。新世代のタイガースのカードでございます。久慈哲義選手でございます。6袋目でございます。八木博選手でございます。現在はねファイターズのねコーチでございます。和田豊選手でございます。監督経験もございます。で、藤川球児選手でございます。現在はね YouTuber やられてるのかな、間違ったらごめんなさい。谷村智弘選手でございます。で、田淵光一選手でございます。
7袋目でございます。川尻哲郎選手でございます。大和選手でございます。現在はね、横浜 GNA に在籍しております。湯船敏郎選手でございます。近本浩二選手でございます。藤本篤選手でございます。で、前編ラストの8袋目開けたいと思います。浜中治選手でございます。若菜義晴選手でございます。スワレス選手でございます。で、21年ぶりの優勝から初の日本一になった時のカードでございます。で、岡田彰布現監督でいらっしゃいます。ラストでございます。以上で2021BBM ベースボールカード阪神タイガースヒットの前編で、ね、終わりたいと思います。後編も7パックやっていきたいと思いますので、よかったら見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。